今、メガドンキホーテでね、ちょっと用を足してこれから、ロシア人のね、個展を見に行こうかと、ロシア人の画家がね、個展を開いてると。8月のクジラだったっけな、原木ね、原木のところ、浜松市の税務課のそばに、ある喫茶店古本屋なんかそんなようなところで個展を開いてるっていうんで、まあ前回はねちょっと個展行けなかったんで、今回は行ってみようかなと。まあその税務課にね、浜松市の税務課に用事があったんで、それでまあちょっと、ついでにとね、いう感じでね行ってみようかと思ってるんだけど、まあ、まだそのついでで、楽天チェックインをしながらと、楽天チェックインをしながら行こうか、どうせだから着くまでに電源切れちゃうかな。あそこはローソンがあるんで、ローソンが2軒あるから、あそこのローソン行って駅前ローソン行けばいいから、声優だけ寄ろうか。何しろね、その喫茶店が1時から6時までみたいな感じで、午後しかやってないんだよ。普段午前中にいろいろとやるんだけど、出しちゃうんだけど、午後しかやってないんだよね、その喫茶店が。8月のクジラが。久しぶりに午後にお出かけ。そうだな、恐竜堂帰り寄って、まあいいか、恐竜堂は土曜日に。なんしょ、花粉がもう、花粉症がもうひどくてっていうか、花粉がひどくて花粉症で苦しんでるという。好きなバスが出るようになったか、葬式も。ああそっか、葬式っていうかな、死後の世界も片付けないといけないなと。まあやっと今なんとなく税務のね、確定申告は座ったんだけど、市税の方がね、よく分かんなくて、とにかく住民税の方がね、住民税の方をうまくかたさないと。まあね、数千円の差だと思うんだけど、とにかく何がどうなってどうなるのかっていうのを分からないと、生まれたっても型がつかないんでね、しっかりと、まあ、勉強というか、まあ、仕組みをね、理解しちゃえば、あとはどうすればいいのかっていうのはなんとなくね、分かるんでね、これから来年さ、まあ来年再来年とか言ったって、1年後だからまた忘れちゃうってこともあるんだよな。本当税金っていうのは年に1回だから忘れちゃうんだよね。毎月やってれば忘れないかもしれないけど、年に1回だからね。あ、もう数字が下げ始めたね。日当たりがいいところは、あ、お
金持ってくるの忘れてまた。いや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 、現金を忘れた。もう現金を持ち歩かない癖がついちゃってんだよね。新幹線も多分もう死ぬまで、死ぬまでっていうか、もうこれから一度も乗ることないと思うような気がするんだけどね。もう乗る機会はないような気がするね。乗りたいとも思わないし、乗る気もないし、リニアモーターカーだって開通したら多分乗らないと思うんだよね、俺なんか。もうそういう生活っていうか、なんか乗りたいという気持ちがもう湧いてこなくなっちゃったもんな。前は少しはね、そういう気持ちも、なんか新しいもの好きというか、なんか新しくできたものを乗りとか、そういう気持ちもあったかもしれないけれども、もうほんと今ないね。このまま行っちゃおう。あ、マスクか。マスクしないと怒られるだろうな。1ポイント1ポイント。こんだけのことなんだけどな、本当に。2ポイント。まあ要するに2円分だよね。なんでこんなことをしてるかっていうと、まあ年間どれぐらいポイントが貯められるかっていうのをちょっと今試していると。去年はね、去年の、それこそ去年の2月に、スマホを買ったんでね、まあ、今年の2月までに大体10万ポイントぐらい貯めたのかな。ね。楽天モバイルでも、ね、買ったっていうのもあるから、まあ、それだけの、スマホ買った分のポイントが返ってきたからっていうのがあるから大きかったんだけど、じゃあそれがね、今年は2年目は 何ポイントになるのかといったところでね、まあ、ちょこちょこと貯めていると。で、貯まったらまあそれをね、
に、まあ、使おうと。お、なんかあるね。こういう裏道っていうのは結構いろいろあって面白いんだよね。お、なんかすごいな。砂場だ、ちょっと。原木、あ、こっちか。原木だから間違えた。まあいいか、左側通行だからね。まあ要するに市民税じゃない、住民税の計算と、あとその住民税の計算から出てきた金額による、国保料の計算と、これがね、まあ、要するになかなか面倒くさいというか、まあ、分かる人には分かるんだろうけど、分からん人には分からんと。それがやっとね、なんとなく、ああそういうことなんだっていうのがいろいろと話を聞いて分かったんで、それをちょっと実際にやってみようと。いうのがね、今回の目的。要するに住民税を払った方がいいのか、国保料を払った方がいい、国保料をね、取った方がいいのか、どっちを取った方がいいのかっていうのが、これ実際課が違うんで、国民健康保険課と、税務課とね、これが違うんで、まあ要するに両方でお互いに計算してないことには分からない。ああそっか、政策法務課もちょっと行ってみたいなとか思ったんだけど、まあ今日はいいか。なんか最近やる気が起きないんだよね。元気がないっていうか、何かをしようという気にならない。ここが問題なんだ。まあ問題っていうか、まあ、それはそれなりにもやる、それなりに生きるしかないんだけどね、それでね。糸店、太田屋糸店、糸の店なのかな。手芸って書いてあるな。そんなの店があるんだ。まあ新型コロナウイルスの関係で愛の糸、ね、そういう手芸とかそういうのをやる人が増えたんじゃないかなっていう気もしないではないんだけど、それもあるし、昨日、おとついやってたのかな、糸っていう映画のね。自動車と歩行者の事故。